皆さんこんにちは、ミカです。はい、今ですね、ちょっと絵を描いてる途中で休憩ということで、下にローソンとかがあるんですけども、そこでパンを買ってちょっとご飯を食べようと思います。で、ここ公共の場所なので、結構今マダム、大阪マダムたちが机を囲ってちょっと女子会をあちこちで繰り広げていて、ちょっと私の声ちょっと負けちゃうかもしれないんですけど、恥ずかしいですが、できるだけ大きな声で喋っています。はい、もし声が聞こえなかったらこの動画はボツにします。今日はなぜ私が絵を描こうということになったのかっていうのを、ちょっとこうご飯を食べながらお話ししたいと思います。ちなみに今日のランチは、じゃん、はい、このこうかな、はい、大きなデニッシュドーナツです。めっちゃ大きい。今シェイっていうハワイにいる私の友達、髪の毛はい、シェイっていうハワイの私の友達がいるんですけども、シェイがリラックマ大好きなんですよ。で、リラック…これ、この髪の毛はい、リラックマ大好きで、今ローソンでこの対象のパンを買うとリラックマのグッズが当たるらしいので、ちょっとシェイのためにわざわざポンタカードを作って今ポイント貯めてます、シェイのために。で、なんかいくつか種類があるんですけど、シェイに写真で送って何が欲しいって聞いたら、なんかまさかの結構ポイントが必要な保冷バッグって言われてしまって、私90個ぐらいパン食べなきゃダメなんですよねしかも昔はレシートとかシールを集めるだけでよかったみたいで、友達とかに協力してもらえたんですけど、今はもうカードにポイント貯める制なんで、協力して集めるってことができないんですよ。なんで頑張ってパン食べようと思います。いただきます。はい、イエーイカロリー、やばいですねはい、ではですね、なぜ私が絵を描いているのか、描くことになったのかっていうのをちょっとお話しします。サブ、はい、聞こえるかな、皆さん聞こえてますか、私の声。はい、実は私大学、高校は普通の高校に行っていて、でどこに進学するかっていうことになった時に、外国語大学に行くか迷ってたんですけど、でも英語を勉強した時に苦手であんまできなかったので、それが4年間続くとなると結構大変すぎると思って、で外国語大学を辞めて、じゃあ何にしようかなって悩んだ時に、うちのおばあちゃんが私のこう、なんだろう、ことをなぜかわかんないんですけど、ずっと芸大に行きなさい、芸大に行きなさいって言ってて、で芸大ってあんまりなんか、いいイメージがなかったんですよね。けどなんか芸大に行ってみたらって言われて、でオープンキャンパスみたいなのに1回だけ行ったんですよ。そしたらなんかすごいみんな個性的で、なんか楽しそうに自由な感じで生き生きしてたので、なんかいいなと思って、で芸術大学に行こうと思ったんですね。もちろんネイルチャンネルをやっているぐらいで、美容も大好きなので美容専門学校に行くことも考えたんですが、私は美容師にはなりたくないというか、美容師になるっていう興味はなくて、もしなるとしてもエステティシャンかネイリストかなって思っていました。でエステティシャンとネイリストって国家資格じゃないので、学校に行かなくても、本当になりたいと思ったら自分の努力でなれるなと思ったので、なので、学校はその専門学校ではなくて別の芸術系の大学に行きました。でそこではプロダクトデザインっていう、なんて言うんでしょう、それこそこういう
あの iPhone とか、あの例えばお湯を沸かすポットとかヘアドライヤーとか、あと もっと大きな家具、机とか椅子とか、そういったものをデザインする立体物のデザインのコースに行きました。全然食べれない、はい、立体物のコースになぜ行ったかというと、そこが一番就職率が良かったんですよ、そのコースが。だから行っただけなんですけど、で、まあ、あの自分ができないことだったし、いいなと思って受験して栄養入試で、まあ、なんとか入れたので、まあ、そこでいいやと思ってそのまま行きました。で、大学に入ってその4年間あるじゃないですか、大学で。その4年間の間、学校から与えられていることをあのただやるだけだと就職活動の時に全然戦力にならないなっていうのはずっと思ってて、だからその大学から与えられたこと以外にこの4年間っていう時間、自由にできる、何にでも挑戦できるその4年間の時間の中で、自分はこういうものを世の中に残しましたっていうのを何か作ろうと思ったんですよ。で、その時に、私小さい頃からダンスやってるんですけど、大学に入ってまたダンスサークルにも入って、で結構あのダンサーとかともつながりが多かったので、あ、なんか自分が今やってることにもつながるし、デザインにもつながるから、そういうアパレルブランド、メンズストリートファッションブランドなんですけど、それをあの立ち上げようと思いました。で、その当時あのすごく仲良かった女の子がいるんですけども、彼女もすごくファッションに興味があって、で彼女はすごくセンスがあって、なんか私にないセンスを持っていて、2人でこうタッグを組んでですね、洋服のアパレルブランドを立ち上げて、で自分たちもあの着るし、その周りの人とかにもちょっと協力してもらったりして、かなりというか、結構大阪のヒップホップのストリートのシーンでは、まあ、結構アングラにはなりますが、一時期割といろんな人に知ってもらうようなブランドになりました。はい。で、あのブランドにしたかったので、ちょっとこう目印になるようなもの、他と違うようなものを一つつけて、結構それを見るとロゴマークとは別にね、でそれを見ると、あ、この服見たことあるっていうようにあのな仕組みにして、こうみんなの中で勝手にこうブランドとして認知されるように工夫しました。でそれもまあまあうまいこと、そこそこうまいこと言って、まあそんな利益がたくさん出てとかではないんですけど、まあ認知もある程度広まって、で心斎橋のアメ村っていう場所が大阪にはあるんですけども、そこでポップアップストアですね、期間限定、本当に心斎橋1丁目の駅すぐのところの2階に店舗を構えることができました。はい。で、あのそうやってですね、あとイベントもしましたね、2回ぐらいそのファッションブランド主催のイベントをしたんですけど、ヒップホップシーンだったので、当時はですね、有名な方だとあのチェホンさんとか、あのタクジーさんとか、あのいろいろいるんですけど、その辺りのその有名な方っていうのにちょっと来ていただいて、あの大きな場所でね、大きなって言うと、まあ、200人250人ぐらいが来たんですけど、そういうイベントをやったりしました。はい。で、まあ、ネイルとかはまあ並行してやってたんですけど、その間はもう本当に洋服のデザインとかだけで、特にあの私 その相方の女の子がどっちかっていうとイラストを描いて、私は文字とか あのデザイン、テキスタイルのようなものばっかりして、テキスタイルじゃない、そういうデザイン、ロゴデザインばっかりしていたので、あんまり絵は描かなかったんですね。はい。で、大学が4年生で、まあ、3年経つとですね、卒業するための卒業制作というのにかあの進めなくてはならなくなります。で、私はもうその、就職活動結構すぐ終わって、春にインターンシップとかも行ってたっていうのもあるんですけど、春に、スタートってなって、スタートして1ヶ月以内にもう就職決まってたんですよ。なんであとは卒業制作を頑張るのみって感じだったんですが、あの卒業制作も私今まで3年間こうやって一つのブランドを立ち上げてやってきました。この過程っていうのが私の卒業制作ですっていう風に教授に言ったんですね。私のすごく大好きな教授なんですけども、そしたらその教授がですね、
あのどんな洋服なのか見せてって言ってもらったので、私はこうポートフォリオを見せたわけですよ。こんなものをあの発売してやってきましたっていう。でそしたら、その中に一つだけ私が絵を描いたデザインがあったんですよ。ほとんどロゴデザインばっかりだったんですけど、一つだけフラミンゴの絵を描いた T シャツがありまして、でそれを先生が見た時に、この絵は誰が描いたのって言ってもらって、あ私ですっていうふうに言ったら、あなたはこの絵をもっとやりなさいと、こんな才能があったのは先生知らなかったみたいな、これをもっともっとやりなさい、もったいないみたいなことを言われて、で卒業制作 もうこっちをもっとやっていった方がいいよって言われて、でなんか私今までその絵をあんまり描いてこなかったですし、そのもちろん相方の子の方が絵がうまい、まあ、その子の方が絵はなんかジャンルが全然違うんですけど、あのセンスがあって私はセンスがないっていうふうに思っていたので、なんかそういうふうに教授に言ってもらったのがすごく嬉しくて、なんかあじゃあちょっとやってみようかなと思ったんですよ。で自分がまたあのその時はあのイラストって感じで、ペンでフラミンゴを描いてからパソコンで色を塗ってたんですけど、実際にねこう絵の具とかを使って、絵の具の使い方とかもメディウムの使い方も全然わかんないんですけど、もうとにかく自分がやりたいように絵を描いたりとかしていました。でそれを、Facebook か何かにアップしたんですよ。で、私のいとこのモッピーがあのアメリカの大学に行ってたんですけど当時、でそのモッピーがこうリツイート、やリツイートじゃない、いいねかな、 Facebook でしてくれて、そしたらそのモッピーの友達のベトナム の男の子がなんかそのまたリツイートみたいな感じにしてくれて、そしたらその彼の親が、ベトナムですごく有名なあのカフェを展開している方 でそのお母さんの目に留まってですね、あのこの絵はすごく素敵だみたいな、ぜひうちのカフェに飾りたいって言ってくださったんですよ。なのでそのお母さん、息子、私のいとこで私ってところにこう話が回ってきてですね、あのベトナム そのカフェ用にあの黒猫の絵を描いてほしいって言われたんですよ。もう初めての絵の依頼がベトナムっていうはい、で、あの嬉しいじゃないですか。でそれでまあ一生懸命描いて、そして送って飾ってもらってっていう風にしてたらですね、だんだん絵を描くのがすごく楽しくなってきたんですよ。で、なんでかわかんないんですけど、その一番最初フラミンゴを描いた時から私は動物や植物を描いて、ずっと動物植物を描き続けていて、今もそうなんですけど、なんかそれをもっともっとこう描きたいとか、その絵を描くことでなんか大好きな動物とか自然っていうのと、もっとこう人としてよく関わっていけたらいいなっていう風に考えるようになって、なんかで、じゃあこのまま私美容系 あの会社に就職する予定だったんですけども、企画的な感じ であのまあその美容系の会社に就職して、で最初は技術者して、でゆくゆく本社に行って東京で、まあ、忙しくなるだろうし、それを今からするか大学院に進学して、今までこうプロダクトっていう一体物のデザインしかやってこなかったけど、もっとこう自分の絵について研究してみたり、自分の活動っていうのをもうちょっとこう世に認められるようにやっていくのもいいかもしれないっていうふうに思い出したんですね。で、就職先にはですね、もう大変申し訳ないんですけども、ちょっと進路が変わりましてというふうに伝えて、で、大学院に向けて頑張り始めたんですよ。で私大学の成績が別に良くなく、むしろ悪かったの で、そのブランドのこと頑張りすぎて授業が結構おろそかになってしまっていて、あんまり良くなかったので、もう何としてでもその卒業制作でいい成績を残さなくてはならなかったんですね。で私は卒業制作頑張りました。自分の絵のことっていうのをこう、まあ、プロダクトだったので、何か物とは関わっていかなくちゃいけなかったので、自分のアートを物に落とし込むデザインの手法みたいなところをちょっと研究してですね、でこうブランディングとかいうことをやってたんです。で、そしたら、なんと、学科賞をいただきました。そう、デザインのプロダクトで1位を取ったんです。よかった。本当に私 の恩師である中川教授がすごいサポートしてくださったから、なんか私も前向きに頑張れたし、それで取れた賞なんですけども、なんかそれでですね、まあ、無事卒業もできましたし、まあ、その結果を残す結果を持って、で、まあ、受験勉強もして大学院に無事進学できました。はい、
で、あの大学院ではですね、絵画コースっていうのがあったりとか、いろんな違うコースにあの転コースすることができたんですけども、であの絵画の先生のところに会いに行ったんですよ。私は今プロダクトデザインだけど、これから絵画をやりたいから絵画のコースに入れてほしいっていうふうに言いに行ったんですけども、あのちょっとなんだろう、その絵画とデザインを一緒にするなみたいな感じで言われてしまいまして、なんかそのあんまり多分気に入らなかったんだと思います、私のことが残念なんですけど、受け入れてもらえなかったんですね。なんかあの絵画じゃないあなたの絵はみたいな感じで言われてしまって、はい、あの悲しいんですけど、でまあまあじゃあ仕方ないと思って、で私はもうそのままじゃあデザインに行こうと思うわけです。で、全然食べてない。食べれないですね。皆さんとお話しします。はい。でですね、まあ、じゃあデザインに行こうと思うわけです。で、デザインに行くなら、もう別に学校の中で教えてもらうことっていうのは限られてるので、結局自分で進めていくしかないので、形上はデザインに入ってるけど、自分は自分でこう絵のことをする、みたいな、絵画的なことをするっていう風になるので、まあ、先生は、どうしようかなって悩んだ結果、もうあの私を大学院に行ったらいいよってこう私の絵を最初に見つけてくださった中川教授の元に着こうと思いまして、中川教授はあのロボットのデザインなので全然私のやってることとは関係ないんですけど、もう中川先生は私のことを本当に分かってくださってるので、中川教授の下にお願いします、入れてくださいと言ってついてですね、で大学院に無事あの入り、先生も決まり、大学院生の生活がスタートしました。で、大学院に入ったらですね、動物とか植物の絵で自分の絵っていうのがどういう規則性があるのかとか、人にどういう印象を与えるのかっていうのを研究していくわけです。で、その中で動物の瞳っていうのが私はすごく好きで、なんかこうなんだろう、お花を見て癒されるみたいに動物の目を見ても癒されるっていうのを私は感じていて、それが人間の目とかだとちょっとこう思考が残りすぎてなんだか疲れるんですよね。でも動物はやっぱり人間と違ってそこまで思考がないと思うんですよ、まあ、いろんな説がありますが、なのであのその分癒し効果がある、あんまり何も考えなくてよかったり、こうなんだろう、人間の本質的なところっていうのをこう感じられるかなって、動物を通して人や自然のことを感じられるっていう絵を目指してあの自分の絵を研究し始めました。で、2年間の中でですね、個展も何回か開いて、何回かっていうか、まあ、2回ぐらいですね、あの開いてやりました。でですね、あの私はハワイがすごく大好きなんです。私のインスタグラムとか見てくださったり、セカンドチャンネルの旅行のチャンネル見てくださっている方は知ってると思うんですが、もうハワイが大好きすぎて、もう将来ハワイで絵を描くのが私の夢なんですけども、あのハワイっぽい、ハワイっぽい絵というか、ハワイで絵を描きたくて、であのいろいろ挑戦してみるんですね、その2年間の間に。で、一つ叶ったのは、そのハワイ系のサーフ系のブランドのオールウェイサンシャインコーっていうブランドがあるんですけども、そこの人があの行ったそのイベントの中で私のこう展示会みたいなのをさせていただきました。それはまあ唯一叶ったんですけども、あの実際に私ハワイに行きまして一人でであの自分の絵のポートフォリオみたいなのを持って、であの英語喋れないんですけど、そのワイキキにあるですね、いろんななんで画廊というか絵を売っているお店があるじゃないですか、そこにこうちょっと私の絵を置いてくださいっていう風に言いに行くんです。で、まあ、10件ぐらい、多分10件な、え10件はなかったかな、でも7件8件はかな絶対行ったんですけど、そのぐらいいろんなとこを回りましたけど、どこもあのなんだろう、やっぱりあんまり相手にしてくれなくて、でその理由としては、あなたの絵はハワイっぽくないみたいな、ハワイではもっと波とかあのそういうのが受ける、だからあの動物もハワイにはいないし、あなたがハワイで売れたいんだったら波を描いたりイルカを描いたりしなさいっていう風に言われたんですね。サーフボードを持った女の子を描いたりとか、なんかそういうことをした方がいいよっていう風にみんなに言われてしまって、でなんかそのなんだろう、すごい悲しかったんですけど、やっぱり私は自分が描きたい
ものがあるし、なんかその売れるために違うものを書くっていうのはすごく自分の中では納得できなくて、それを書いても多分うまく書けないと思うし、そんなの誰も欲しいと思ってくれないと思ったので、でもそうしないとハワイでは書けない、ハワイで書くのが私の夢だしっていう、その葛藤みたいなところで、ね、めちゃくちゃへこみました。でもなんかよくよく考えたら、私ワイキキのお店に聞きに行ったんですよね。でワイキキは言ったら観光客向けに絵を売ってるんですよ。だからハワイっぽい絵じゃないと売れないんですよね。そらそうだと思って、ビジネスだと思って、じゃあ関係ないやと思って、その人の意見気にしてる場合じゃないと思って、なんでいろんなきっと考え方があるし、ハワイにいる人とかハワイを訪れる人の中で私のようなこうトロピカルな絵が好きでも動物も好きっていう人絶対いると思って、まだ叶ってはないんですが、その意思をね貫き通していつかハワイで絵を描くために今頑張っております。はい、大学院を卒業してですね、卒業してから私は会社を立ち上げました。でその会社は何をしているかというと、私のネイルプロデュースしているネイルブランドのリティシアっていうのがあるんですけども、そのリティシアのことをやっています。はい、でそうやって結局大学院卒業してから就職ではなく自分で会社をするっていう方向に行って、今 YouTube そして会社経営で今の絵の活動をしています。それをやり始めたぐらいにですね、今のこ の, お世話になっている山川さんっていう方がいるんですけども、その方にホテルのプロデュースをアーティストとしてしてみないかっていう、そのお仕事の声がかかりまして、こんな大きなチャンスはないと思うわけですよ。ぜひやらせてくださいって言って、でそこで今私はここなんですけど絵を描いています。でその話が進むにつれて、他の天王寺動物園さんと関わる仕事っていうのも入ってきて、なんかね去年ぐらいからたくさんというか、そういう大きな絵に関するお仕事が入ってきて、今年どんどん実現していってるという年です。はい、でそうやってこうなんだろう、ハワイっぽい絵を描くにはとかいろいろ悩んだ時もありましたが、人の意見は気にせずっていうのと、会社もやっているので、そのハワイの友達、会社をやっている友達もいるので、そのことをちょっと今度打ち合わせをして、自分の力でなんだろう、もっとこうハワイで広めていく、自分のアイテムだったりとか絵っていうのを広めていくように、もう誰かに頼ったりとかじゃなくて自分でやっていこうというふうに最近は思い出してで今行動しております。日本ではこういうホテルとか動物園とか、あと幼稚園とかいいなと思ってます。そういう私一応見ていて癒される、なんか癒されるような絵を描きたいなと思っているので、そういう絵が求められる場所っていうところにこう絵を描いていきたいです。はい、でそれと並行してそのハワイに自分で広めていくように頑張るという感じで、長くなってしまいましたが、そういう過程があって今私は絵を描いています。はい、で本業は何なんですかってよくネイルチャンネルとかで聞かれるんですけども、YouTuber でも会社経営者でもなく、私的な本業は画家だと思ってます。で一番お金を稼いでいる仕事っていう風に、それが本業って言うんだよって言われると全然絵ではないですけど、でもなんか自分の中でずっと続けたいし、こう世の中のためとか自分のためとか、そういうなんだろう、いい仕事じゃないっていう、なんていうんですかね、とかとにかくそうやってやっていきたいことっていうのは3つの中では一番画家なので、本業は画家ですって言ってます。でも YouTube も全力だし、ネイルプロデュースももちろん全力だし、全部全力でやっています。はい、っていう感じですねいかがでしたでしょうか、私の人生。他にもね、そのネイルを始めたりとかしたのも大学の時に並行して始めました。それも結構挫折というか、いろんなことがあったりしたんですけど、いろいろ続けていて、その辺はまたネイルチャンネルの方かこっちでも興味があれば皆さんお話できたらなと思ってます。はい、結構喋っていてパンは全然食べずにいましたが、そんな感じで本当に今絵描けてるのすっごい感謝してます。もう本当に嬉しいです。
ね、なんかこう子供に絵を教えたりとかしたいなと思います。教えるっていう感覚ではなくて一緒に遊ぶっていう感じなんですけど、そうやってしたりとか、あとはなんだろう、例えばベッドのシーツとかカーテンとかあのカバンとか、そういう身につけられるようないろんなアイテムにあの私の絵がコラボレーションしてあの乗っていろんな人の元に渡ればすごくいいなと思います。嬉しいです。はい、ではですね、今日はそんな私の今までこうどういうことがあって今絵を描くっていうことにつながっているか、なぜ描いているのかというお話でした。あ、絵の具ついてる、こんなところに絵の具がついてる。結構ね、汚れちゃうんですよ。ここにもついてますね。このコート安かったんで結構 3,4,000円ぐらいだったんで全然いいんですけど、はい、ではあのまだホテル完成ではないですが、もうすぐね完成している動画も多分アップされると思います。そして私の絵を描いているプロモーションビデオも合わせてあの撮影を頼んでいて、多分もうちょっとしたらできるんじゃないかなと思うので、できたらぜひ皆さん見てください。そして、天王寺動物園の仕事ホテルが終わったらまたスタートします。その様子も動画に撮っていきたいと思うので楽しみにしていてください。では皆さん、私の、インスタグラムいつもやってるやつ、アットマークミカアンダーバーアンダーバー YouTube でやってます。それはもう絵もネイルも旅行もプライベートも全部一緒になってるんですけど、一応アート用のインスタグラムというの一応あります。そこに私の過去の作品とかまだ全部じゃないんですけど載ってたりもするし、これからねどんどんこのアップしていこうと思っていますので、こちらの、インスタグラムフォローよろしくお願いします。では皆さん、動画を最後まで見てくださってありがとうございました。もし今日の動画良かったよとか、またこういうただただ喋る動画もいつもそうですが見たいなと思ってくださったり、私の絵にちょっとでも興味を持ってくださったら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。はい、では、また次の動画でもぜひぜひお会いしましょう。ミカでした。バイバーイ。Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom. So I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. Saying that I'm better off alone. They don't know what it feels like, but I do. So you faded out while I watched you dance, obsessed with myself.